奴の身柄を確保する。行くぞ。こんなところで再会するなんてね。戦争ごっこを楽しもうぜ。久しぶりだな、少佐。俺は少佐と一緒にやりたいんです。また厄介なのが現れたな。射程に捉えた。おいしいな、斎藤のやつ。見つけちゃいました。あいつ人間じゃない。あれは何だ。彼らの目的は既存の社会構造の転倒だ。くそ、こんなところでやられるわけにはいかないんだよ。これがわしの最後の仕事になるかもしれんな。強化細胞をなめんなよ。これより作戦を開始する。今回降下機動隊のフローについてはソラさんの方でリニアの空間による素材のやり取りを行いたいということで、オープン XR での納品というのにチャレンジをされたいということでご相談を受けました。僕が普段最近やっていたリニアワークフロー、そうですね、の方が光に対して、きれいに出るっていうのを、知ってましたんで、会長の広いオープン XR で納品した方がその HDR 化も正しく、きれいな見た目になるのではないかと思い、オープン XR で納品させていただけないかというご相談をしました。うちの方も、オープン XR で仕上げるっていうのが初めての、チャレンジでしたので、ソラさんと同じように初めての、ことって非常に技術的にもチャレンジングなことだなと思ってやってたんですけれども、オープン XR で素材をいただいたので、SDR からの変換を使わずにもうリニアから HDR に直接落とし込むということができたので、そのクリッピングに対しての動きとかっていうのがやっぱり今までと全然違って、やっぱりハイライトが綺麗に出るとか、そういう素材の良い状態のまま落とし込むということができたので、非常にありがたい素材の状態でいただけたなと思っておりました。事例としてあったのはですね、電脳と世界の表現の時に、モーショングラフィックスが入ったりとか、多分アフターエフェクトのプラグインで作った絵素材とかっていうのが入り込んだ時に、まさに PQ にした時に色が違うとか、すごく飛んでしまっている、その環境でチェックしている分には何の問題はないので、そこに気づかないです、僕たちとしては結構その白にしか、モニター上ではやっぱ確認できないんですけど、モニターで言うと、リンゴの文字とかがこう赤くなっちゃってて、本当はリンゴの上に白い文字だったんですけど、その白が実際はなんか赤だけの数字が、RGB 値の赤だけがすごい大きな数字になっちゃってて、それがこうクリッピング全部がこう抑え込まれることによって赤だけが出てきちゃって、赤にリンゴの上の文字が赤になっちゃって見えちゃってて、それが何でかっていう、最初はちょっとクリッピングされて白く見えてたものが、そのクリッピングされずに出てきたことで意図しない、本当は潰れてて僕らは出てきてるって、ソラさんサイドは思ってたものがリニア空間だと実は色がついてたっていう、それが要するに、ソラさん側だと今まで SDR の環境だけだとわからない、直し方としてはもう本当に RGB 値を見ながらその赤を切って、削っていって、もう RGB を鳴らして、どうしても我々ポストの方で、そうやってちょっと一定のところが飛んじゃってるっていうものをやっぱ抑えるって結構難しくて、やっぱりバラ素材でいじらないと治らないっていうものがた
たくさんありまして、で今作あのフル 3DCG なのでマスクを切って修正するっていうのも非常に難しいというところで、コンポジットの方で対応していただけませんかというお願いをしたところしていただけて非常に我々としては助かりました。HDR 環境がないときに一度 Q-tec さんの方でシーズン1の作ったデータをお渡しして見に行かせていただいたことがあるんですけど、その日差しの強い、まあ、主人公元子のこう日差しが強い感じでこうすごいこう、まあ、べったりさせてたんですけど、それが すごい輝度を持っちゃってて本当は光の中で見えてほしくないものとかっていうのも逆に復元されてしまうので、そういうところをね課題というか、まあコントロールしていくっていうのは必要です。それはやっぱり CG の世界でもやっぱりここは見えてほしくないから飛ばしておきたいとかっていうことが当然演出意図としてあると思うんですけど、まあそちらのコントロールをやっぱりプロダクションの方でやっていただいた方が、あの限りなく監督の演出さんの意図通りになるっていう点でやはりコントロールしていただくっていうのが課題だったのかなと思います。 PQ 信号でのモニタリングにならないとわからない結果っていうのが結構数多く出てきまして、まあ、SDR と HDR のとこで齟齬が出てくるというか、我々としてはこう見えてるんですけどってお話をさせていただいても、ソラさんの方で確認しても SDR で見る分には何の問題もないんですけど、これどうしたらいいですかっていう状況になっちゃうっていうのがやっぱりあの両者間での課題だったんですね。同じスペキュラーの中でも当然その輝度が違うんで、それを確認するには結局そういう HDR に対応したモニターが必要になってくるっていう、実際その現場っていうかあの Q-tec さんの方であの HDR 化したものを見せてもらった時にやっぱしこう全然意図した感じではない絵ができてしまうこともあるので、そういったところも極力なんだろう現場レベルでプロダクションレベルでコントロールできないかなっていうので導入をしてもらう感じでお願いしました。今回シーズン2に関しましては、新たにそのグレーディングしたいっていうところと HDR 化したいっていうところのリクエストがありましたので、シーズン2に向けてやっぱり HDR の環境を作りたいというところで、ソニーさんの新しい PVM-X2400 を発売されるということで試作機の段階からいろいろ見せていただいておりまして、マスターモニターの HX310 と比べましてもプレビューモニターとして十分な性能を持っているというのも伺っておりましたし、モニターのキャリブレーションであるとか先代モデルよりも非常に機能的に多くのものが詰め込まれているにもかかわらず、まあそれなりの手頃感のある価格で買えるというところで、私の方がぜひこれを導入してみたらいかがでしょうかという話でソラさんの方にさせていただきました。弊社でカラーマネジメントをするにあたって、私の方でそのアプリケーション間に差があってはやっぱりいけないので、まあ、同じファウンダリー製品である、まあ、ヌークとダヴィンチリゾルブと弊社のオンラインで使っているグラスバレーのリオ 4K のカラーマネジメントが一致するっていうのを確認してから、作業を入るようにしました。多分実感としてはあれですよね。なんか監督 OK が出やすくなった。最終結果を要は予測しづらい状態だったんですけど、その辺はある程度予測しやすくはなったのかな。やっぱり我々ポストプロダクションのスタジオに来ないとやっぱり確認できないっていう状況がやっぱり効率的でないというところがやっぱり大きかったんじゃないかと思います。同じ立ち位置で話ができるようになったっていう、HDR モニターを導入いただいたことで、あこれですねって確認できる、弊社にお越しいただかなくても確認ができるっていう状況ができたのは非常に大きいと思います。やはりそのQ-tec さんで起こっていたエラーっていうのが、まあ、少なくはなかったもので、それがその社内のスケジュールに対してアップがかかってくるっていうものもありましたので、なるべくそこを社内でクリアできる環境を作りたいっていうところから一応この導入を決めさせていただきました。かつその
事前にその Q-tec さんにお渡しする段前段階でその社内で一時的なグレーディングに近いことをしたいっていう話も出てきてはいましたので、それも合わせて一緒にすることでその社内の環境をよりよく整備するっていうところにはたどり着けたかなとは思っております。映像の技術って日々なんか進歩していると最近感じていて、我々もその制作側も SDR から HDR を作れるようになりたいですよねって話が結構今回きっかけで HDR モニターを導入することにまでなったりしています。なのでそのやっぱ映像の作る側としては日々新しいことっていうのにチャレンジしていきたいとは思っていて、まあ、それを今回ソニーさんの出していただいたモニターで今回は HDR ができるようになりましたという完結することになったので、若いクリエイターの人たちっていうか若いそのものづくりをやりたいっていう人たちはそこをなんだろう、自分がこれが作りたいんだとか、だこういう映像を作りたいんだとか、なんかそういうなんだろう、それを実現できる環境にはなってきてるとは思うので、今絶賛シーズン2の方を制作してます。まあ今ある時点で結構、シーズン1よりも、絵として良くなっているのを実感しているので、ちょっとこれからも頑張っていきますので楽しみにしていてください。